ってこよう。じゃあ、はい、トイレ行ってくるから巨人化してくるね。はい。うるさくて汚い私の動画へ再びようこそ。さて、人生生きてればガチ内するようなことからは定期的にやってくるでしょう。仕事がうまくいかないとか、新しい上司がクソとか、勉強がむずいとか、新しい上司がクソとか、そんな人生のしんどいことで最近心の底から笑えてねえなーって方々のためにこの動画をお届けいたします。あとほら、ゴールデンウィーク明けだしな。で、いつものようにこの動画が面白く感じられたらチャンネルの伸びにつながるらしいので、ぜひ高評価を押していただき、チャンネル登録をしてないけど定期的に動画を見に来てるよっていう方々は、よかったらこの機会にぜひ登録をしてくれるとめっちゃ嬉しいです。あ、激ブスダンス。あ、ダンスヒー。踊ったぜヒー。踊ったぜヒー。ブレイクイットダウンヒー。あのヒーの動画出した後にさ、あのなんだっけ、ドッキビっていう架空のキャラをめっちゃディスったじゃん。そしたらコメント欄でファンやめますって書いてた人いた。ドッキビ愛好家もいるんだって。そう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 、ドッキビガチ恋勢が難しいね、インターネットって。ドッキビ韓国人の顔だから。え、でもさ、みんなが好きな韓国人の顔って K-POP みたいな顔じゃん。ドッキビ K-POP じゃん。ドッキビヒーで、ヒエポ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 。なんかめちゃくちゃ見られてねえな、それ。すごい、ガン見されてる。すごい煽られてる、すごい煽られてる。髪の毛パッツンやな、こいつ。キャリーパミパミじゃねえな、パフィーの中にいそう。12秒後。怒ってる怒ってる。鮮やかにコントリー、ボンジリチキンディモンジリスミリマン。こんな曲あるわ。やばい。もう怒られるの。キャリーファイファミが聞いたらマジで殺されるで。鮮やかにバジリペンチリペンペンチリチンガーベンチリマンマンリンリン。ベンチリベンチリマンマン。ピンチリ、まあ、ピンチリ入ってるのも思いっきりちゃんとバイキンメイズムが入ってる。あ、そうそう、バイキンイズムがね、そう、ちゃんと俺のカラーをねまぶしていくから、ふりかけのようにね、汚ねえ下ネタのふりかけの。あ、現地地下やん。あ、近いのこれ現地。なんでこんなとこにじゃこいつらめこんないっぱいいんの。それの、え、ここに4人いたやん。まあ、どういうこと。いつまで歌ってんの。レオとレオとちょっと正式に歌詞として文字に起こしてる。鮮やかにだんじりビンチリマンマン。あれボンジリ、ボンジリじゃなかったの。ボンジリチキンだ。ボンジリ、ボンジリチキンだ。え、だんじりが違う違う、男のシルって書いてだんじり。鮮やかにだんじりビンチリマンマン。でにんじりチキン。そう、適当なのなんだろ。え、途中適当なボンジリチキン。え、ボンジリチキンはどこに。ボンジリ、あ、そう、鮮やかにビン、え、鮮やかにボンジリビンチリチキン。いや、ボンジリ、ボンジリになってる。あ、そう、またボンジリになってる。あ、そう、間違えた。鮮やかにダンジリビンチリマンマン。ブレブレやん。さっき全然なんかさ、ダウンコートする意思みたいなんですよ。いや、これダンジリだからって言ってたのに、急にボンジリに戻る。もう、特にこだわりはありません。鮮やかにダンジリビンチリマンマン。どうしようかな、そっから思いつかないな。やっぱね、あの考えちゃうとダメなんだよ、カメラ。体の、ごめん、俺が歌詞書き出してよとか言ったから考え始めました。罪悪感に感じチリマンマンチン。やばい、それずっと聞いてるノイローゼになりそう。なりそう。僕がスリスリパンチン。もう全然違う、趣旨が変わってきた。もうあの下ネタ痛いだけなんだよ。それ下ネタの羅列なんだよ。スリスリパンチン。罪悪感に感じリピンチリマンマンチン。僕がスリスリパンパン。なんでさ、このさ、この文章の羅列だけ見てるとさ、マジ意味不明だからこれ。鮮やかに、だんじりびんちりバンバン。せつりパンパン。いや、マジで、このチャットマジで、第三者が見たら、え、何これってなるか。え、俺、このフレーズがどっかに入ってたはずなんだよ。ボンジリ、あ、そう、それが多分2個目だったんだけど。ダンジリビンチリマンマンのとこに、ボンジリって書いたんだよ。気分によって変わったりするけど、そこ。え、もうまた広告止まるよ、これ。鮮やかにダンジリビンチリマンマン、ここがスリスリマンマン。なんてやんなんしって。そういうことか。自分で考えて、自分で爆笑してて、マジどうかと思うわ。
え、この後なんだっけ、なんてれでんて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 んみたいなちゃんだっけ、元の歌詞がわかんない。そんなわかんない。いや、俺のほら、あの最初の冒頭のこの書いた部分はさ、あの、あながち間違ってないじゃん、本編と。いや、間違ってるだろ、だいぶ。いや、いや、合ってる合ってる合ってる、だいたい合ってる。鮮やかに恋して忍者リバンバン、なんだか忍者リバンバン、ブーンブルンブルン、花びらもらう。ほら、大して変わってるじゃん、ほら、大して変わってるじゃん。大して変わってる。それを単純に俺がだから、あれ、いくつか文字いじっただけだ。なんだかこっちの方がちゃんと意味通ってるまで。そう、意味通ってるの、そう。通ってねえな。鮮やかに男子にびっちりバンバン、ちょっと。あーもうマジでやばいってリミックスじゃんこれ、リミックス、バイキンリミックス、バイキンリミックスしてるこれチェケラチュチェケラチュじゃねえよすごい、だんじりビンチリがインフンデンドすごいんだよ。すごいでしょ、だんじりがビンチリ、そうそう、ビンチリマンマン、だんじりビンチリマンマン、チッコが3、あ、でもチッコが3-3はあれだなスリスリが含めてないな。ああ、でもだんじりでチンだから、まあまあまあ。何を詳細に解析したのか。やばい。この歌詞にそんな深掘りすんなよ。いいやん、もうメロディーライン合ってたら。じゃあもうちょっとまんまだパンパンで含んでるのはやっぱね、これ点数高いね。これ点数高いでしょ。そうそう、点数高い、これ点数高いでしょ。そうそうそう、なんだかなんだかの後ピランピランピラン肉火が何、え、肉ビラ、肉ビラですの、ほら、え、ビラ肉です。ビラ肉にビラ肉です。ビラ肉です。あ、そうそうそう、ブルーンブルーンブルーン、ビラ肉、ビラ肉が舞う、ビラ肉、ビラ肉です。黙れよ。マジで楽しそう。ああ、もうやばいってマジで、深夜テンションだってそれ。ビラ肉です。ビラ肉です。ビラ肉です。知る、死んでしまえ、もう死んでしまえ、マジプリ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 、地獄でっかいイガプリは？ギガプリンのさ、これ動画、この動画一部のユーザーに適さない可能性がありますって。あ、そう、あれ、これ、これ人数制限かかってるけど。いや、年齢制限。エッチ。なんで？エッチらしい。あ、やっぱプリプリ揺れてるから、プルンプルンだからダメだ。そぼれるそれ。オープンプル、オープンプル、オープンプル。石原ペンペン。石原ペンペン。あ、それ言ったらかった。あ、そう、ね、ガンガイが足らんかった。タランカチャーめっちゃ好き。そんな映画じゃないんだけどなあれマジ好きすぎて俺見たもん、映画ちゃんと。めちゃくちゃ暗い映画なんだよな、あれ。あれじゃあヒトラーがもう全員に裏切られて、いや裏切られてっていうか、もうあのドイツ軍が崩壊しているのをヒトラーが自分では認識してないふりしてるみたいな。まだわ、私には秘密の部隊がいるみたいなこと。そうそう、あ、そうそう、それであれだよ、だからシュタイナーがいるだろうって。いや、シュタイナーは裏切ったんじゃなくて、シュタイナーはもう、そうだっけ、もう寝返りましたみたいな。そしたらあの手揺れて、で、あの、なんであのシーンが始まったか。そう、なんとか、ヨーデルアンポッタ。アンポッタ。ヨーデルカレプス、アンポッタ。アンポッタン。あれ、マジでおもろいよ。アンポッタン。天才的だよな、あれ。マジ天才。あの口調だからマジでウケんだよな。チェクシャーメン。パンコ。パンコ。パンクーブはてな。柴田さん、柴田さん、柴田さん。完全にネットのおもちゃにされてた。ヒトラーの最後だっけ、確か名前。なんとかの12日間。あ、そうそうそう。最後の12日間。そう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 。割とシリアスな。いや、映画としておもろい。おもろい、おもろい。ああ、おもろい。言おうかな。まして、あの、スケベジジイがめっちゃおっぱいの方だった。おっぱいプルンプルンだと、西鉄がめっちゃ嫌いなことしか分かる。伝わってないから。西鉄、ファイキュー柴田さん。柴田さんに語りかけてでしょ、多分。そう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 。柴田さんに自分の正義を隠し。油断したね。
人やって油断したね。違う、フェンリーはしたから。その心、油断したね。その心、油断したね。まあ、油断はしたけど、悪いけどね。フェンリル壊したかったの、あそこにある。フェンリルだって、あとでいいでしょ。悪いけどね、私はね、あんたよりね。あ、ここにいる。今日のね、朝ごはんはパンケーキだったの。でね、今日のね、お昼ごはんはね、高菜明太マヨ牛丼だったの。地球じゃなかった。地球じゃなかったの。お前すごいさ、あのガチトーンで地球じゃなかったの。俺が地球だって言えるのか。尋問ナイス尋問。ここにドローンある。天才天才プリッツ来いよ。これ何もない。ちょっとどこ膝に伏せて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 。あっちを調べてないんだ。うわちょ、何言ってるかわかんない。ラペッタって言った。ラペッタ。あ、ラペッタって言ったの。そう、今一瞬静まり返った後に俺の耳がキーンって。グレネード食らった後みたいなさ、今人力スタングレネードなおだけじゃない。スタングレネードって言ったさ。カメラワークされてます。オッケー。え、マジでさ、投資でさ、パペットスンスンでさ、今日 CG やねえのさ。いや、俺喉が死ぬのよ。いる。なんか色入ってるロハー SSならカロカロカ、また会える日まで。お前が死ぬんだよ。スンスン、これクラッチできそう。うん。パペットスンスンだからクラッチできる。すごいね。そっくりなんだよな。本人だ。本当は商人副業。副業。ふわ。いいよ。ほら。よく落ちないの。やばいよね。そう、すごい怖いんだけど。すごいね。すごいね。ほら、そう、もう本人でしょ。すげえ。パペットスンスンは CG が好きなのかい。うん。多分。保険かけてきた。スンスン保険。遊んでる分には好き。お願いします。お願いします。ほらいや、お願いします。マジで大出しだったらやばいよね、マジで。ちょ、一回プレミアで取り込んで波形見たいわ。確かに。マジで。マジでどこまで似てるか。まんまだと思う。お願いします。ん、さっきなんつったっけ。野々村つったっけ。野々宮。野々村はダメだろ。野々村は、いや、あれか。号泣会見マジ何だったんだろう。ネットの神様的な話だよ、あいつ。あのまま普通に謝罪会見だったら何の話題にもならずに、ただいつものクソ議員ね、はい、そういうのねって汚職ね、はいはい、受けてあれをしたせいで伝説となっちゃった、ね、そう、伝説レジェンドとかしてレオと図書飛び出たらワンチャンガレージ前いるかも。マジで。あ、テレビやったのでかい、right. やったもう壁割れないんじゃね。割れねえやん、こいつら。え、オーマイガード。ここ開いてるよ。はい、やった。あ、ね、I downed her! あ、I can revive myself! 待って、自己蘇生できるやん。こいつクソローのはずなんだよな。え、ちょっとトゲで死んでる。あ、いいよ。押さないで。ガレージ？ガレージ、オッケー。Let her in。 いや、ない。あ、踏んだ。バナナが踏んだ。方に匂わ納豆がいるんだけど、一緒にやりたいらしいんだけど、いいですか。じゃあそっちに行きましょう。お願いします。はい。ハロー。What's his name again? 森翔。あ、どうも森翔です。あ、どうもどうも。レオトです。さっき俺のこと紹介してくれてたので、バイキンメンさんに紹介しとった。
あ、そう。あ、そうそうそう。レオトに。レオトでいいよ、呼び方。はい。俺、バイキンメンで呼ばれるの嫌い。バイキンメンさん。ベキメン。ベキメン。おぉ。いやー、バイキンマンさん。やだ、やめて。おい、おい、平田リオタ。何ですか？平田スンスンリオタ。平田スンスンリオタ。あ、平田クリストファースンスンリオタ。あ、すごい、すごい。なんかクリストファーついたんだけど。なんかあれ、中国人のハーブ。全然わかんない。どういうこと？え、なんで中国人のハーブ？え、だって、あの、パンダの名前あるやん。ランランとかいるやん。あー、そういう方？そうそう。スンスンチャイニーズ。あ、そう。え、なんかあれじゃなくて、なんか今のね、ホタ北欧系じゃなかった。ポヨンティエニでチーポアホワーポヨンティエニでチーポアピンチリンホワーピンチリンホワーファッキューホワーホントにホワーホワーホワーライブドローホワーあーチンダー今に行くよ今に行くよホレーザンホレーザンホワーホワーなんでこうすごいうるさくなる。あ、エロだ。あ、すげえ。すごいこれ。クオリティ高いよ。ね。これめっちゃ頑張ってるよ。ね。これめっちゃいいじゃん。さすがにコラボスキンだから使われてる。金かかってるじゃん。唯一俺があのエリートで唯一なんかちょっと欲しいかもって思ったの。すごいよ。だって俺の唯一金で買ったエリートなんかあれだから、ただのマックス高いだからね、あれ。だから壊れちゃったもんね。そう。これのマジマガジン、あ、もう入ってますね。あ、チャージが動かないですね。引けないですね。あ、いいですね。終わったんかい。え、アップで終わったの？テザリングで？すごいね。早くね。じゃあ、始まった。あ、まあ、じゃあなんか画面共有したけたら。じゃあ、俺のゴミ CG でも見せてやろう。では、打っていきたいと思います。今のではは何だったの？では、打っていきたいと思います。Going hot! Going hot! もう、反動がすごいですね。では、次は片手で打っていきたいと思います。あ、そうだ！チャン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 マックスだけ意外とバキバキっていう。バケモンだけどな、普通に。バケモン。デザートイーグル片手ってすごいよね。あの、牛さんになんか誰かいる。ビジョンから。ああジモン何？違う、あのフロマ。ナチハイ強すぎ強すぎ強すぎ、あいつあと5秒ピークしなかったレオト。はい、今月もこの時間がやってまいりました。まず1点、前回のドイムサラシで、暴走屋台屋おでんくんさんの読み上げをミスってスキップしてしまいました。本当にすみません。2点目、なんとドイム1年記念の方々が今月登場しました。来月のサラシのタイミングでこれを記念してとあることをしようと思っているので、対象の方々をお楽しみに。それでは4月分のサラシをしていきましょう。暴走屋台屋おでんくん、ふわー出る超絶ウルトラライトブレイキング、ムスカ愛好家、ベノムベノア、4面北部外語、もっとビデオ公開してください。頑張ります。ごめん、投稿頻度遅くてごめん。息子愛好家、花千代、龍 912JP、 最近サブの詐欺に再開し3ヶ月下げられ3333万取られた同級生に YouTube バレたサーバル、アチャマン、コネクトエース、 KGA、 前期初 EFT にて1億ループル集めて、ムーンシャイン64本集めて満足の EFT 初心者強、アイコンの車かっこ GR86 を買った清水渚、アマクチャチャ、ジェンドリックス、翻訳したらしばらくわもううんちブリブリブリザイモン、ファキュー、バイキンメンの動画を見て一度晒されたい思いでドイムに入会したけどお金がなさすぎて死にかけた、レッツ最善。ドイム童貞卒業おめでとう。ウェアエクスアオバ、ホンダケルベロス千秋、コスプレイヤーデビューしたヒロッチ、あっと彼女できた、ファキュー、ドイム歴1年のオカピーポー、いやマジで本当にありがとう。サプライズお楽しみください。人生初のバイト代はレオトさんに捧げようと思いますに、ね、ありがとう。シマウマ、ネコミームとパペットスンスンの声を出すことのできるウィンドウ予備軍のオリジナルティッシュ、マック店員オリジナルに持ち窓際社員になりたがっている変わり者クローンのティッシュ2号、ティッシュ2号てんてんてん、ティッシュ2号、オリジナルよりも先にアカウントができた矛盾のあるクローンのティッシュくん3号、自分オリジナルだと思い込むクローンのティッシュくん4号、 What the fuck? ハルエルト、ガッデム、よっ、ああ、どうも。オリエクセルフェルジネット、オリーバー猫さん、ジョンチャンネル、体内時計崩壊したブロコとても眠い。これあれやん、俺はツイッターで使ってグルーの写真やん、これ。ソルト、暴走屋台おでんくん、マジですいません、前回。搬送店よし、足田沈房低層筋、ビッグボーイ、雨の日なお、ガオアマシビ、ウータン便秘になった、汚ね。ファッキンスレイ。クロちゃん、サッカー。
猫ササササササさん、バイキンメンに出会えたベルターズオリジナルマン、ド M の切り抜きかっこ非公式、千匹屋さん、バナナ64式さん、ありがとうございます。1年間朱之助、Fuck you！ 女装しろ一等兵、時給900円で毎月200時間働くバチク、エルモはレオトのために残業します。ヌベスコグラフ1012、 Well, whatever you wanna do, if that's what you wanna do, if you think you can beat me 1-3、 有名人になりたい夜景、バイト4つ掛け持ちのピーナッツバター、獣になりたいベクターベノはな、モンケーに進化しました、健康診断の結果が不整脈で続いている猿、ヤバすぎだってガイド見習い高橋、バチャブタヤニカス野郎、 What the fuck、 人生を君と一緒に過ごしていきたい、あギャイー、ラピスラズリ、アリスの人スラッシュ K の人、てか今気づい、ごめん今気づいたんだけど、 K の人ウズさんとさ、アリスのような K の人ってさ絶対サバカだよね、本当にありがとう、すいませんでした、気づくの遅くなって、スタープ、実は名前が同じレオと北城、カリンと七品も、司令スタープ、 Get some help ニキ、待った、これロシアがどれ絶対もうただただただうんこや、弟子にしてほしい、シロロシロロ1年間ありがとうございます。レオトのために残業するエルモ、佐藤影春、凍結ピョン、僕らはド M になることで動画を催促するド S です、健康診断肝臓 F 判定でも Do it we don't need help no you need help、 ムハンマドハムハム君一世です、チャージ 50% 狩りやれ、何のチャージあと1年間本当にありがとうございます。T 工場、オリゴ糖、薄い方のメシマズ、ヴァンダーク・ホムラ91、バイデン・ベア、金欠限界、社畜クラゲ、森のマフ、アイム・ソルト、所持金200、極東北斎、ハサ気持ちだけでもありがたいんだよ、本当に無理せずに。ラップランド142、インクリング、かっこメスに興奮を覚えたタイブスライフのヤバすぎ。ボミーミーに興奮覚えないで。FPS 下手くそマン、例の友達とバロやったらスキンを自慢された教頭たち。もうなんかそれ、このストーリーが展開されていくのがマジで面白いんだよね、これ次回が楽しみだな。手術中のマズッシュのバナナの謎はまだ謎なのだぞ。ピザ爆弾処理班隊長猫武装、スータイプスライフルマン、大会に向け斧投げ練習中のモザンビーク、もう大会あさってっすよね、ファイトス、先月分もありがとうございました。あとコメント欄で何回かリクエストされてたリーサルカンパニーってゲームなんだけど、あのマジでクソ楽しかったから動画化します、お楽しみに。スタープ、ゲットサムヘルプ。